はい、今回はですね、高山徳太郎と、創価学会、そしてですね、池田大作についてちょっとお話ししていきますので、まあよかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になる方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高山徳太郎と創価学会、そしてそこからですね、発展して池田大作の関係ということで、まあちょっとね、内容的に難しいものも含まれるんですけれども、なるべくね、わかるような感じで、わかりやすくお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、まあ、高山徳太郎という、まあ、人から、お話ししていきます。4代目、会津虎徹会、会長のね、高山徳太郎っていう人なんですけど、実はね、本名がカン・ウェスっていう、まあ、在日韓国人、っていうことが、まあ、分かっているわけですね。うん、まあこれ結構調べる人が多いんで、高山徳太郎の本名とかね、あとはまあ在日韓国人なのかなということで、あとね、まあ、それはそうなんですけれども、実はこの高山徳太郎っていう方は、うん、会津虎徹会の会長ね、創価学会の信仰がものすごく深いんですよっていうことが分かっている、うん、そのことについてお話ししていきますね。まあ、坊丸団の組長である、まあ、男ですけど、まあ本当ね、まあ、男っていうのは漢字の漢という書いて男ね、うん、でその、まあ、坊丸団の組長である、まあ、高山徳太郎はね、まあ、創価学会の信者になったんですけれども、ものすごくね、まあ、なんだろうな、途中までっていうか いいことを言って、で最後はね、創価学会に対して猛烈なる批判をしてるんですけど、そのことについてお話していきますね。高山徳太郎は、創価学会の信仰が深かったっていうことが知られている。創価学会という宗教はもともとはね、創価教育、学会、創価教育学会っていうね、牧口、常三郎っていう人がね、日蓮宗宗との出会いから始まって、まあ、平和と人間の価値創造っていうことからスタートしてるっていうことなんですよ。でこのことを創価教育体系っていうことが言われている、うん、だから創価学会っていうのは、まあ、今ね、まあ、どう皆様が思われてるかわからないですし、まあ、僕は嫌いですけど、うん、はっきり言ってね、まあ、昔は今とは違ったっていうことでね、この高山徳太郎っていう人のね、まあ、言うことっていうのはね、さすがにね、まあ、人心掌握術、人の気持ちが分かる人だなとかって思うんで、まあ、こんなようなことを言ってるんですよね。まあ、創価学会の信者は社会の中で辛い目にあって、まあ、その時に創価学会に入信してね、お題目を唱えて、まあ、救われた人が多くいるっていうね、うん、この高山徳太郎の話を聞くと、まあ、さっき言いましたけど、僕は好きじゃないですけど、まあ、別に昔の創価学会というのは悪くないのかなっていう気がしないでもないんですけれども、その後ね、高山徳太郎っていうのは、猛烈な創価学会に対して批判してるんですよ。まあ、語弊がないように、まあ、言うと創価学会を批判してるっていうか、まあ、池田大作を批判してるんですよね。うん、なんで、高山徳太郎が池田大作を批判するのかっていうようなところが、まあ、ちょっと注目っていうか、あ、そうだよなって思うんで、まあ、そのことについてね、お話ししていきます。高山徳太郎が、まあ、亡くなる本当寸前にね、創価学会の池田大作を批判していたっていうことなんですけれども、高山徳太郎は2003年の、まあ、6月15日に亡くなってます。で亡くなる前に池田大作に対して批判をしてるんですよね、うん、その批判の内容がまあすげえなとかっていうことを思うんですけど、高山徳太郎はね、創価学会の敵は創価学会内部にいるっていうことを言っている、うん、でそれがどういうことかっていうと、創価学会の信者の、まあ、信仰心や徳を積む行為をありとあらゆる形で金に換金するっていう、まあ、池田大作は権力に迎合してるんじゃないかっていうことを言ってるんですよ。だつまりこれ池田大作ってどういう人間かっていうと、金と名誉が欲しいっていうことなんですよね、うん、
他の国の名誉市民長とかね、あとなんか大学の博士とかになってますけど、まあ、そういうことっていうのはね、池田大作がそういうことをするっていうことっていうのは、創価学会の学会員の生活が良くなるっていうこととは全く関係がないでしょうし、創価学会の会員とかがね、心が平穏になって豊かになっていくことはないっていうことを、この高山徳太郎は言ってるし、僕もそう思うかなって、うん、そしてね、ここからのね、ちょっと、高山徳太郎が池田大作に関するね、まあ、アンチっていうね、まあ、批判っていうか、それをちょっとね、気になるものをね、まあ、厳選してお話ししていきますので、はい、ここからいきますね、うん。高山徳太郎は池田大作に関してこのようなことをまあ批判しているってことね、うん。まず一つ目、池田大作は背金主義で、自分の金、あるいは、権力、名誉、そのことを追求しているということを警告していたということね。で、その2ね、池田大作は創価学会の信者の寄付金の、金額の代償で、優劣をつけているということを否定しているということ、うん、そして池田大作は、過去の、1代目2代目の創価学会の会長とは、全く異なっているということね。基本的に高山徳太郎っていうのは池田大作の背金主義を否定してるんですよ。自分の金、あるいは自分の名誉ばっかり追いかけているのはどうなのかっていうのを問いかけている、うん。池田大作っていうのはね、宗教の教祖ですから、普通に考えればですよ、その宗教にいる信者、あるいは信仰している、まあ、人たちの幸福を願うはずなんですけれども、そのようなことをちょっと感じることがなく、まあね、まあ、なんていうのかな、自分の、まあ、金とか名誉とか権力を追ってるってことを警告している。まあ、その通りだなとかって思いますけどね。で、この高山徳太郎のね、池田大作は信者の寄付金の金額で、優劣をつけてるって、ここもね、ほんとね、やっぱり、うん、高山徳太郎の言ってることっていうのは、そうだなって思いますよね。うん。池田大作はね、まあ、どうなんだろうかって思いますけど、本当っていうか、明確にはわからないですけど、創価学会のね、会員の寄付の金額で、その会員とか信者とか、優劣をつけてるっていうことを、高山徳太郎は指摘している。だつまり、高い寄付をすれば幸せになるっていうことを、まあ、煽ってるっていうようなことですね。で、それ信者から金を取ってるっていうことを、そういうのっていう、その考え方を否定している。うん。そしてね、創価学会のまあ問題っていうか、の一つには、一つっていうかいくつもありますけど、その一つには、創価学会の信者は自分たちが寄付したお金がどうなっているのかっていうのを全く信者は知らされていないっていうことなんですよ。これっていうのもすごい問題だなとかっていうのを思うわけですよね。うん。で、まあ、高山徳太郎は創価学会の過去の会長ね、1代目2代目池田大作は3代目なんで、まあ、1代目のね、牧口、常三郎っていう人、あと2代目の戸田常成っていう、1代目2代目と池田大作は違うと、高山徳太郎の目に映る、この牧口常三郎と戸田常成っていう人間は創価学会の中で教育をしていたって多分思ってるんですよ。しかし池田大作は教育をしていないっていうことを、高山徳太郎は言っている、うん。でね、まあやっぱりここら辺ね、893の親分に言うこと厳しいなとかって思うけど、まあまとえてるよなとかって思うんですけど、創価学会っていうのは日蓮召集から破門されてるんですよ。で、破門された時点で宗教法人を辞めるべきなんじゃないかっていうことを高山徳太郎は言っている。で、これっていうのは何を意味するのかって言ったら、宗教法人のままでいるってことは非課税なんですよ。で、その宗教法人で非課税でいるっていうのはどういうことなのかっていう疑問をこれ問いかけてるんですよね。うん。やっぱ高山徳太郎っていう人はね、昔創価学会にいて、まあいろんなことを思ったでしょうから、それに関してこのやっぱ池田大作のやり方、あり方が、まあまあ気に入らなかったっていうことでね、まあ思いっきり否定をしてたんですけどね。うん。そして最後にちょっとリスナー様でね、これを気にする人がいらっしゃるかなとかって思うんで、まあこれはちょっとこっから話す内容っていうのは僕の解釈なんで正しいかどうかっていうのはわからないですけど、うん。池田大作って今どうしてんのかなって、死去してんじゃないかなとかって思うんですけど、これっていうのはね、実際どうかっていうこともそうなんですけど、もしも死去をしていても、それを明かさないとかっていう、そういうことなんじゃないかっていう、その話に論を持っていきますんで、もうちょっと聞いていただければと思います。こういうことが分かってるんですよ。初代、牧口常三郎、二代目戸田常成、三代目池田大作の、いわゆる三大会長は、まあ、公選ルフ実現への
死者広報の体現者であり、この会の永遠の指導者であると2002年平成14年の改則変更、文部科学大臣が認証の際に、定められた。これね、この、情報の一番のポイントなんですけど、この会の永遠の指導者であるっていうその文言が入ってるんですけど、今ね、牧口常三郎と戸田常成っていうのはもう亡くなってるわけですよ。まあ、池田大作も亡くなってるかもしれないですけれども、うん、それは分からないとしてね、うん、でこれは何を意味してるのかって言ったら、つまり創価学会の永遠の指導者っていうのはこれ3人っていうことなんですよ、この、うん、文部科学省のね認証の際にって、うん、で、初代と2代目は亡くなってる、うん、つまり現在永遠の指導者のポジションに入るのは池田大作しかいないってことなんですよ。今の創価学会の原田実っていう会長の名前がここにありませんね。つまりこれは何を意味するかって言ったら、池田大作がもし亡くなってた場合は創価学会の永遠の指導者がいなくなってしまうってことなんですよ。あるいはこれっていうのはこの創価学会の改則を変更しなければいけないってこと。つまりこれは何を意味してるのかっていうと、創価学会で池田大作がもしも死去してるってことが分かっても、創価学会はこのことを発表あるいは公表しないんではないかっていうことです。だからね、もちろん、この僕の話と話っていうのは証拠も確証もないですけれども、よくね、リスナー様もインターネットで検索するかもしれない、池田大作の現在とか池田大作の死去とかっていうのはあるけど、真相こそは分からないんですよ。ただし分かってることっていうのがあってね、うん、もしも亡くなっていても公表しない理由はなぜ、永遠の指導者が、いなくなるから、つまりは創価学会の求心力を失うか ら、 だからこういうようなことが裏に隠れてるっていうようなことですね。んだ、結構この創価学会の、コンテンツっていうのは、一部の人っていうかね、結構アンチっていうか嫌いな人もいらっしゃると思うんですけど、皆さんがいろいろ思われるところがあると思うんで、ちょっとね、僕なりに、ちょっと今回はね、この高山徳太郎創価学会池田大作っていうあたりからちょっとね、お話してみましたっていうことで、はい、今回の音声ここで終わらせていただきます。もしですね、気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。